はい、どうもこんにちは、ほしいとめぐとみーです。はい、さん、本日紹介するのはこちら、じゃーん、新十べこたち東の神々編です。はい、前回こちらの新十べこっていうあのべこと新十を合体させた、フィギュアのシリーズですね、レビューしたと思うんですけども、まあ、それの続編になりますね。今回は東の神々編ということになりまして、よいしょ、新しくラインナップが更新されてます。見てみましょう。開けないはい、ラインナップこんな感じになってますね。キリンベコ、ゲンブベコ、ホウオウベコ、キュービのキツネベコ、シンケルベコス、そしてシークレットというような感じになってます。はい。キリンとゲンブ、ホウオウ、キュービのキツネ、それから、前回のケルベコスが、覚醒者姿なのかなよくわかんないんですけども。はい。でこちらの、青くなったケルベコスと、それからシークレット、これ多分ね、ヤマタノオロチだと思うんですよね。が、ラインナップに入ってます。はい。で、今回、全6種全部当ててきました。シークレットも含めね。シークレットが一番大変だったんですけども。はい。本日こちらの方、レビューしたいと思います。はい。わしやとみくりんチャンネル。はい、開けてみると中はこんな感じですね。まあ、それぞれ袋に包まれてる感じになってるんですけども、入ってる種類によって、ガシャポンの色が違います。シンケルベコスが青色、キリンベコが黄色、キュービのキツネネコが、オレンジ、ゲンブネコ、さっきから猫って言ってない。キュービベコが、緑、それからホウオウベコが赤、そしてシークレットが紫っていうような感じになってます。で、あの紫のガチャだよね、これね、をちょっと軽くあのボックスの中覗いてみたんですけども、多分ワンロットに1か2個だと思われます。はい、かなりレアだね。で、あのメルカリとかで見てみてると単品で3000円ぐらい取引されてるんだね、これですねびっくりしました。はい、じゃあ早速、袋から出して1個ずつね、細かいところを見ていこうかなと思います。じゃじゃん。はい、ではですね、早速全部袋開けましたんで細かいところを見ていきましょう。まずは新ケルベコスからですね。はい、前回のケルベコスと比べてみると随分強気な顔になりましたねはい、いやそれでもまあ可愛いんだけどね。うん、で体色は青くなって、でここになんか炎のね模様みたいなのがつきましたよね。うん、で尻尾もなんか燃え盛る炎みたいな感じになってますね。へえ、何があったんだろうこれね横の柄とかは一緒っぽいですね。うん、手足も一緒っぽい。ただなんかすごい色が変わって、でキリリとした顔になった感じですね。いや、やっぱりこれがビヨンビヨン動きます。はい、可愛いね前回のケルベコスと比べてみるとこんな感じになります。うん、だいぶ違うよね。みんな芯になるとあれなのかな、青くなるんかね、なんかよくわかんないんですけども。はい。いや、でも可愛いな。はい。はい、続いてキリンベコですね。言わずと知れたキリンと呼ばれる、幻獣がいます。あのキリンビールに描かれているのがそうですね。うん、でキリンのね、あの装飾を、あしらったなんか結構かっこいいのベコになってますよね。うん、このお腹についてる、なんでしょう、この丸いマーク。これもちょっとね、装飾がついた感じになってて、なんかこの中で見ると、結構、割と、そうですよね、形がすごいって言えばいいのかな。まあ、全部形すごいんですけども、装飾が一番ついてるのはこいつかなって感じがします。はい。いやでもなんか、いいね。キリンベコ結構好きだな。うん。最初こいつ見たとき、青龍かなって思ったんですけどね。うん。どうやら違うみたいですね。で、尻尾もこいつなんか、ブワーって感じ。なんか馬の尻尾みたいな感じになってますよね。ただ、足に関しては普通のベコになってますね。キリンって確か足が馬の足になってたはずなんですけども。うん。はい。っていう感じになってます。なんか見た目ちょっとね、青龍っぽいっすよね。青龍。うん、ドラゴンですよね。にちょっと似てるかなって感じがしますね。はい。はい、続いてこちらがキュービのキツネ猫ですね。まあキュービのキツネって言われれば、まあ、すぐ出てくると思うんですけども、尻尾がちゃんと 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本ありますね。はい。で体の模様は、まあ、通常のベコとほぼほぼ同じなのかなっていう感じがしますね。うん、ただ頭がちょっとね、やっぱりキツネっぽくなってますね可愛いな。ただキツネってさ、耳って大体前に向いててこいつ横に向いてね、よくわかんないね。はい顔も普通のやつと比べて見てみると、ちょっと変な線が入ってたりっていう感じで、まあ、だってこれも個性的で面白いですね。へー、はい、動きもまあ普通のベコと一緒だね。はい、
はい、続いてこちらが玄武になりますね。亀の怪物って言えばいいのかな。亀の体をしてるんですけども、尻尾が蛇っていうような感じになってます。うん。っていう幻獣なんですけども、蛇がそのまま巻きついてるんですが、その蛇の顔もなんとなくベコっぽい感じになってますよね。ただ顔は普通の、ベコと同じような感じになってます。これ面白いね。可愛らしいわ。なんですけども、蛇のこの造形だよね。がね、しっかりちゃんと巻きついてるんだよね。足の下までね。うん。これ普通の、この辺のベコにはちょっと見られない特徴かなって感じがします。これもこれで可愛いな。好きですね。で、背中の部分は亀の甲羅を意識したような感じのカラーリングになってますね。うん。面白いな。昔亀飼ってたんですけども。うん。ちょっと、個人的に愛着が必要な感じのベコですね。はい。はい、続いて、鳳凰ベコですね。鳳凰、まあ、ご存知の方しかいないと思うんですけども、鳳凰っていう幻獣がいますよね。うん。鳥の、でかい鳥の化け物みたいな感じなんですけども、翼とか尻尾は鳥を意識したような感じになってます。体も鳥の羽のような感じの模様が入ってますよね。うん。これは以前のベコにも見られなかった特徴だね。面白いね。はい。顔もちょっと鳳凰を意識したような感じになってて。いや、面白いな、本当に。やっぱり普通に動くんですけども、鳳凰がなんか一番異色っていう感じがするな。あんまり元の、いやでもそしたら霧の方がもっとすごいか。ちょっと鳥を意識してる感じに見えますが、とてもじゃないけど飛べそうな感じには見えないよね。まあ、ただそこが可愛いところなのかなと思います。はい。はい、前回にはなかったシークレットですね。こちらが前、シークレットの多分ヤマタのオロチベコだと思うんですけども、はい。顔が 1,2,3,4,5,6,7,8 ですね。ヤマタノオロチの首が確か8つだったと思うんですけども、9つじゃなかったよね。あいつ、確か8つだよね。なんでヤマタっていうか知らないんですけども、はい。ピンポン。で、ちゃんと首がね、8つあって、で、体の部分はすごい広がってますよね。これはね、ケルベコスの上を行く広さですね。はい。尻尾の部分とか体の部分は普通の、ベコと一緒なんですけども、首がものすごい増えたベコというような感じになります。首の多さだけ言うならばケルベコスの上を行きますね。すごいね。通常なら気持ち悪いなっていうところなんですけども、これは可愛さがあっていいですね。はい。で、通常のベコと比べて縦に動くんではなくて横に動きます。これもちょっと異色だね。はい。っていう感じのシークレットでした。いや、面白いね。最初シークレットってガシャポン の, ラインナップの中には黒く伏せてあるんですけども、ここにはちゃんとねシークレットっていう風に表示されてて面白いよね。はい、っていう感じのラインナップでした。今回は東の神々編なんですけども、西の神々編とか北の神々編とか出るのかな。できれば玄武が出たんであれば青龍、白虎、それから朱雀、それぞれ出してほしいですね。これはまたちょっと続編が楽しみになってきましたね。はい。はい、というわけで、神獣ベコたち東の神々編の紹介でした。今回は全6集ということもありまして、シークレットが入ってきたのがなかなかきつかったね。3,4戦ぐらい使ったんだっけかな。使ってようやく出てきてくれました。はい。まあ、それ以外はね普通に出てきてくれたんで、割とねいい感じにばらけてたのかなって感じがしたんですけども、いやでもまあ一匹一匹全部ねちゃんと作られてて、個人的には結構好きでした。はい。ただ個人的には新ケルベコスよりかは別の神々のやつをねちょっと入れてほしかったかなって感じがしなくもないですね。でもまあちょっと色違いのケルベコスっていうのもね、まあいいんじゃないかなとは思うんですけども、前回のラインナップの中で多分目玉はケルベコスだったと思うんですよね。よいしょ。一番でかいしっていうこともありまして、はい。首もね三つ首っていうこともあって、他のやつより明らかにコストがかかってるっていう点ではね、そうですね。この流れに沿って東、西、北、南、それぞれに、まあ、四聖獣と呼ばれるね、玄武、ごめんなさい、今回は玄武がラインナップに入ってましたけども、朱雀と白虎と、それから青龍もいますんで、これからどんな形でね、ベコになってくれるのかっていうのもまた楽しみですよね。はい。また出次第ちょっと回してみたいなと思います。
というわけで、神獣ペコたち東の神々編の紹介でした。紹介してほしいとメクとミンでした。はい、またねー。またねー。メクとミンとバシーからお願いです。チャンネル登録、ルーダの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーやとメクとミンチャンネルをお願いします。